ロンドジャムやっちゃっていい。説明。プレパレーション別に平気。タラララ。あ、でもこれ昨日やったじゃん。ナリラリララマエ。うん、これ、うん。でも復習しよっか。あのほら中途半端なさ前を行く後ろのロンドジャンプした後さ方向変えてとんでもないところでやっちゃうと、そうそうそう、それすんげえ楽じゃん。なんかあの別に誰でもできますよって話。でもそこで後ろまで頑張りました、頑張りました、そこからせーのよっこらしょ、それが欲しいんだな。だからほら手と足のコーディネーション、うん、だから手をすくってくってなったら足もすくってくような動作じゃないかな。そういう動作になってるはずだと思う、きっと。だから足だけで頑張る必要もないっていうのが多分わかると思う。うん、だからコーディネーションってなんだろう、すごい難しいわけじゃなくて、むしろコーディネーションがあった方が踊りやすいよねっていうのがわかるはず。そう、もう一回後ろ端着して、でそしたらアロンゼになってから手を下からすくってった時に1番を通過した時に左のかかとがちょっと上がるよね。でそして骨盤、そう、そこに行くよね。もう一回やってみようか。足後ろ行きました、アロンジ行きました、行くよ、せーの、エンゴー、そういうこと。でそしてそこから回します、エンラジャラン、エン前から後ろ。これさ微妙だよね。だからさ、あの体、鏡を横にして今のさアロンジのポーズ見てみてください。だから微妙じゃない。だからさ、肋骨ベローンみたいなさ、やりすぎるとって話。うん、そう、それなんかベローンみたいなね。だから加減があるよねっていうのをちゃんと覚えとかないといけないよね。うん、あのどこまでいくか、うん、どこまでがこう許容範囲なのかっていうこと、あと最終目標は何なのかって、そのアロンジェそのラインを作っておきながらその正しいところに持ってきてて、そして一番大事なのはその後元に戻んなきゃいけないじゃん。一番に元に戻ったから、そう、そこだからさ、そこに戻るっていう風になるためにも、じゃあわざとさブワーって後ろそっくり返っちゃってさ、もう新体操の選手のようにどうぞベローン、そっから一番どうやって戻る。だからさ、それって最終目標じゃないじゃん。だからそれをなんかそういう表現をしたくてそのこれをやってるわけではないっていうことがよく分かったはず。で、あと何もこうなんだろう、あんまりこう体を動かすこともなく、こうまっすぐなアロンゼ、まっすぐで、そしてそのまま、何にも使ってないじゃんこれ、何もやってませんって感じだから、なんか両極端なのが一番良くないっていうのが多分よく分かったと思う。だから中間取ろうって話。うん、でそれが終わって、でティーラニーラララララ前横しろタリン、そうで45度。だから別にね、さあ次よっこらしょ、でそして元に戻る、元に戻ってくれればよろしい。でそしてはいどうぞ、よいしょ。でそして一番元にも、骨盤元に戻す。でそして上半身、はい、そういうことで、後ろ後ろ前後ろ前も同じだね。前に来ました、せーの、よいしょ、サンキュー。でそしてで帰る、 OK。 でそして後ろから、これもだよね、あの大げさにやってみてさ、鏡横で見てみ、あのとんでもないことになってるから、もうみんなそんなことやんないけど、あの大げさにやっちゃうと、もうだから、あのそこからどうやって元に戻るのって話じゃ、元戻れる、そこから、まあ、なんかそう、なんか なんだろう、それは必要なことなんだろうかっていうのが自分で分かったはず。だからそこまでやる必要ないんだよねっていう加減が自分で分かるはず。だからね、やりすぎるのも悪くはないんだよね。やらないよりはやりすぎた方がいいかも。やりすぎちゃって、あ、これはちょっとやりすぎちゃったわっていう風になった方が、なんだろう、そこまで行く必要はないよねっていう。だから何にもやらないのが一番良くなくって、なんかやりすぎちゃった方がいいんじゃん、あの省けばいいんだからって感じで、そしてまあそれ終わった、後ろ横前で45度で、あっちゅうとか後ろよ、うん、
そこから倒す相当倒します。で倒すけど元に戻る。そしたら背骨上がるじゃん。そのまま生きるはず。股関節さえ取りかなればそうで、腸腰筋よろしく。で5番たりまえ横後ろ比べすぎ大丈夫、同じように使ってください。にたりらら左の小指くっついてる、ちゃんとたーらん、これ昨日言ったね、たりらら横でしょ、どこでしょ、トルルルル。さあ次たりららんティララララスス、後ろから横前どうぞ、ラーリーラーラーラー、息吐いてシュー、で45度から足も45度からサンキュー。でそこから息吐いてシュー、もう乗っかっちゃっていいからね。でそしてかかとチェックプリエ。さあ横前向けるか、これここ鬼門だよね。でももう総決算なんだよこれ、せーの、えん、うん、だからさ、もっとさ右の手が横に行ってからさあんおになるってわかるかな。あの右の肘が前の方に向いたりとか、右の鎖骨がさこう縮んじゃうっていうことがないように、後ろ横前ってアラベスクから横って持ってた時に、方向を変えた時に右の鎖骨が横の方に広がってるっていうことをイメージして、左の鎖骨も横の方に広がってることをイメージして、手先が横の方に広がってることをイメージして、そしたら右の肩と右の腰が後ろの方に行きますってなったら、勝手にさドゥバンになるはずなんだな。でそうすると自動的にみんなの右の肘も横に向いてるはずだから、ちょっとそれやってみるといいかも。どうぞ、グー、はい、そういうことで伸びてなーなーなーで音に合わせてね、トゥルルルルエンデーパセで、あっちとタリランタリラン、エン骨盤元に戻す、エンカート、やっちゃっていい、いきます、エンニー、アンシエン、前後ろよろしくね、エン、はい、エン、チュー、前から後ろ、エン、四十五度、エン、前、エン、に骨盤ね、気をつけて、骨盤、エン、はい、倒れる、まっすぐ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、ワン、ツー、左の方に、右の方に、その首使って、ツー、手のひら今意識した、ラ、ツー、サン、からのアチド、エン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、エン、ニー、エン、サン、シー、ワン、ツー、エン、右の股関節よろしくね、エン、イチ、さあ頑張って、よいしょ、プッシュして、サン、シ、左手の表現と胸骨と肘と膝と顎、エン、シス、エン、息吸って吐いて、腕と足の45度を見せてからのアラベスクからの股関節、よいしょ、エン、かかとチェック、横前、音に合わせてね、トゥルラ、エン、トゥ、骨盤元に戻す、手45度、オッケー、フォンジュ、タランスス、
A1 バーノって話せる？そう、そこなんだよ。うん、もう一回やってみ。うん、だからね、フォンジュって一番最初のほら、途中も大事なんだけど、あとも全部大事なんだけど、でも一番最初で決まるって思った方がいい。うん、5番スッスになりました。でそして鼻から息吸って口から吐いて、えんぎょ、うん、座骨に手当てられる、うん、5番スッスから、せーのね、自分の癖分かったよね。鏡見てみ、うん、座骨に手当てて、うん、一瞬さ、あの膝が上がる時に、だからほら、あの一番最初のウォームアップの時に、その大腿筋膜張筋さ、手当ててさ、あのそこに力入らないように頑張りましょう、気をつけましょうねって、なんかそこ力入れるのやめましょうねっていうことと、あと座骨とかかとの位置関係を散々言ったっていうのが多分今ので分かったはず、うん、だから持ち上げましょうじゃないんだよね、実は足を持ち上げましょうじゃないんだな、結局。うん、だから足持ち上げましょうの、そのなんか意識が働きすぎちゃうと、多分そう、その座骨の具合がちょっと変わってきちゃうんじゃない。ちょっとわざとさ、右の膝を持ち上げてフォンジュしましょうみたいな感じでやってみたらさ、で座骨触ってみたら分かるよ、きっとね。ほらね、そういうこと。うん、だからやっぱ5番スッスってなった時に、もう5番スッスでさ、ほら座骨がどうにもこうにもなさ、あの骨盤がどうにもこうにもな人って多分一人もいないと思うんだよ、きっと。だから5番スッスになった時に、でそれで内転筋もチェックされてるはずじゃん、うん、だからプレパレーションの時にこの5番スッスが必要になるんじゃないのっていう話なんだよ。でそしたらもうそれが分かったら、そう、自分の目線がなるべく下に行かないようにで、かかとを押すっていう感じで分かる。それがプリエ、それがジャンプして着地する時の具合です。はい、じゃあ捕まって、だからバー持ってるとさ、そういうことってあんまり意識しないじゃん。しかもさ、プレパレーションで5番スッスしてさ、フォンジュなんでしょどうせってやっちゃうとやばいんだなっていうのが多分分かったと思う、きっと。でもそのドア頭をちゃんとチェックして、はい、ドア頭ちゃんとチェックして、そしたらそのままさ、自分のつま先が自分のお腹の中に入ってくイメージ、入んないよ、入んないけどイメージ、そう、そしたら足を60度以上上げる、もしくは90度以上上げるいろんなところ使うのが変わってくるのが分かるよね。骨盤はタックでしょ。で、あと、あ、もう一回前やって、骨盤はタックじゃん、60度以上足上げるんだったら、90度以上だったら腸腰筋でしょって話で、元に戻る、そういうこと。でラバーノで話せる、あ、ごめんストップ、ごめんね、バーノで話せる、そうだね、グオ、集める、フォンジュ、横、ラ、ゴマスス、さあどうぞ、トルルルル。あ、そうだ、あのさ、もう YouTube 乗っけちゃったから遅いんだけどさ、あのさ、とんでもないアームスで回っちゃってたのって4人知ってた？なんかすごい、なんかあのコンテの人みたいなすごいアームスで回っちゃってたんだよ。あのこのフォンジュじゃなくてね、最後の方の一連の、そう、その動きの時にね、すんげえアームスしてたの。だからそれ気をつけた方がいいね。わかる？バーの、あのバーブ使わないかなとかいろいろ考えるかもしれないけど、うん、だよねそうだよ、普通そうするよね。まあだからまあいいやって思って、アップしちゃったからいいやと思って、まあいいや。でそれが終わった、ティーランタ斜め、タリンタラン、これも座骨チェック、座骨チェック、え、ランタリラララン、横後ろ、はい、また出ました。もう一回やった方がいい、横後ろ、また出ちゃったね、くどいね、くどいね。そして元に戻る、どうぞ、えん、トゥルルルルル、ウプスちょっと離れていいよ、それさ、なんか中に入れたらすごい危険なんで、これ予期、予期、予期せぬじゃない、予期する事態。まあいいや、どうぞ、ゴー、
トゥルルルラム。OK。背もバランス取れんじゃない？はい、座骨よろしくね。えーら。ティーラム。さあ、バーノート話せる。そっからどうぞ。ティーラランパンパン。えーら。次もバーノート話せる。あらせろ。骨盤。どうぞ。トゥルルルン。パーリー、斜め。ラン。ティーラン。タラン。たら、後ろからの横間。また出たね。ごめんね。何回もやらせちゃって。ねえ、そのさ、足の角度変わっちゃうんだよね。変わっちゃうね。だ結局さ、足の角度が変わっちゃうっていうことはさ、後ろ横前でどこが変わっちゃうかっていうとさ、後ろに足は上がってます。その後さ、横向いたらさ、あの横を意識しないもんだから、横の足がブラーンって下がってって、でそして前の足がまた上がっちゃいますみたいな、そこ上がって下がって上がってみたいなことになっちゃう理由は、すなわちどこから来てるかっていうと、あらせ語の意識がないっていうことなんで、結局だからあらせ語意識しようねっていう話。その角度が保たれて、はい、そういうことじゃないと次に響いちゃうじゃん。そう、それやんなきゃいけないわけでしょ。そうで、そして後ろ足、前足のルチレと違うよね。でその後かかと下ろすよね。座骨チェック、はい。そしたらそこで、はい、そしたらジャンプで着地した時に膝とか足首痛めないで済むんじゃないのっていう話。大丈夫かな。じゃあやっちゃおうか。いきます。伸びて、エーフォンジ、ティーラン、エンクローズ、真後ろにラン、エンチュー、座骨よろしくね。トロロロ、ティー、アップダウン、アップダウン、1番通過、内転筋よろしく、エン、トロロロ、エン、アップ、エン、ワン、ツー、スリー、ラン、ティーラン、毎回座骨チェック、エン、座骨チェック、腸腰筋よろしくね。エン、ラン、エン、ツー、中、エン、アームスね、ティーラン、タラン、エン、後ろから横前、サンキュー、ラ、トゥルルル。さあ大丈夫？ティーラン、顎下げて、顎上げる。 OK。